上藤川プログナード区間上藤川と平川の合流地点、坂川のご提供より上流方、坂川に合流する藤川藤川は、千葉県松戸市、柏市、流山市を流れると根川水系の一級河川。松戸市小金、柏市境根の境界にある、大清水湧水に源を発し北流する。市境に沿って、柏市内を流れ、千葉県道280号。 白井流山線を過ぎると、松戸市内になる。ネギ内橋手前で、藤川2号水管線を合わせる。国道6号を過ぎ、流山市内に入り、JR 常磐線の北側に抜けると、川幅が広がり、平賀川と合流する。以降は、川沿いの田園風景の中、松戸市、流山市の市境を流れる。両岸は自然土手で、遊歩道も整備されている。 富士川3号橋を過ぎると、コンクリート護岸に変わり、御提供付近で、坂川に合流する。正確には、富士川という名称の区間は、平川合流地点より、下流1630メートルであり、それより上流部の名称は、上富士川である。上、富士川区間のうちに内に内上市境より下流が、巡洋河川に指定されている。 また平川及びその支流である平川川支線も巡洋河川である。松戸市内の根木内下田地区はかつて度重なる水害に悩まされていた。1977年に流域の3市で藤川水系改修促進協議会を設置し、整備計画のもと流山市内から河川改修に着手。1986年度より、 松戸市内でも着手し、1989年度に国道6号の横断工事を済ませて、以降は水害が発生しなくなった。改良工事は1990年度に完了。さらに、流域の湿地帯現象からネギ内周辺のキリン地、史跡を一体的に保護するべく、国道6号から県道261号までの区間を、 プロムナード化整備する工事が進められ、2003年度に完成した。ネギ内城市境より上流部では依然として水害が続いたことから、2003年11月に、ネギ内橋までの約400メートルの区間について三市で、上藤川上流排水整備事業基本協定を締結。2005年度に事業着手した。当初は6カ年計画だったが、 用地買収に時間を要したため、現在も続けられている。下流部の一級河川指定区間は、富士川3号橋を境に下流部が、建設省、上流部が、千葉県の管轄である。建設省は、早々に、コンクリート護岸で整備を行った一方、千葉県は、国庫補助事業で、用地買収を進め、1997年度より、改修に着手した。 新化川法の趣旨を取り入れ、植生の容易な関係者堤防に自然石を敷き詰めた多自然型護岸で整備を行い、2006年までにおおむね完了している。同時に水質悪化対策として、1999年度から2000年度まで千葉県主導で松戸市東のるがに藤川浄化施設が建設された。松戸市議会会議録平成6年9月定例会。 松戸市議会会議録平成19年9月定例会、平成23年度事務事業、マネジメントシート松戸市議会会議録平成7年12月定例会、千葉県議会会議録平成9年6月定例会、第5日目。ありがとうございます。